88夜が終わったろ。5月真っ盛り。5月といえば新緑の季節ですね。緑。そしてこんな音が聞こえてくるよ。うん、3776反木綿。今日はミニサイズなんでね。そんなことよりこの音は何かな。なんだろう。あそこにいるよ。ヒキガエルだね。ヒキガエルはカエルの一種でしょ。でもヒキガエルって夜に鳴くもんじゃないって。そうだよ、よく知ってるね。今日はきっと千代乃ちゃんのために鳴いてくれたんだね。じゃこの音は何かな。知ってる、ケラでしょ。あそこにいるね。いつもは地面の中で鳴いてるけど今日は出てきてくれたんだね。私ケラって初めて見たかも。そんな5月にぴったりの曲といえば、もちろん歳時期に入ってるさつき五拍子以上。どうぞ。ねえ、うし、とら、う、たつ、み、うま、ひつじ、さる、とり、いぬ、い。ねえ、うし、とら、う、たつ、み、うま、ひつじ、さる、とり、いぬ、いい。ねえ、5月1日、とら、う、たつ、み、うま、ひつじ、さる、とり、いぬ、いい。ねえ、5月2日、とら、う、ツンパナツンパナ、耳に巻いて食べろ、いぬ。ねえ、5月3日、羊、猿、鳥、犬、いい。